ゲームボーイを使用したチップチューンを演奏する際の機材構成チップチューンはテクノポップから派生した音楽ジャンルの名称。主に1980年代に発売されたパーソナルコンピューターや家庭用ゲーム機に搭載されていた内蔵音源チップで作られる。それらをエミュレートした環境で作られたり、他の音源でチップチューン風の音楽が作られたり、他の楽器音と 同時演奏されることもある。これらが広い意味でのチップチューンとみなされる場合もあるが、実機特有の雑音や位相のズレを実機らしさとして評価される場合があるため、実機演奏されたものだけがチップチューンであるという見方もある。チップチューンに使われる音源には同時発生数が少ない、オクターブレンジンが狭い、広域のピッチ精度が荒い、制御システムのクロックに依存し、 違和感なく演奏できるテンポが限られているなどの制約が多いが、その制約が独特の音や雰囲気を生み出す要因にもなっている。チップチューンの起源ははっきりしないが、1980年代からパーソナルコンピュータ及び家庭用ゲーム機の普及とともに徐々に形成されていったと考えられる。当時のパーソナルコンピュータ及び家庭用ゲーム機の音源チップは、 現在のように多様な音色を合成することはできず、生成できる波形の種類が限られていた。また、発音数にも大きな制限があったり、他にも処理性能に由来する様々な制限がある、等、音楽表現のための道具としては不便なものであった。そのため、それらの音源チップが主要な音楽演奏の手段として捉えられることはなく、 ゲームの効果音やちょっとした BGM を奏でるだけの手段として捉えられていたところが、このような制限の中で奏でられる優れた音楽に見せられた人や、ゲーム機やパソコンで音楽を鳴らすという当時としては、技術的にハードルが高い行為に面白みを感じた人などがあえて制限の多い音源チップで音楽制作に挑戦するようになっていった。これが、 チップチューンの原点になったと考えられる。この頃のチップチューンは技術的なハードルを乗り越えて作るという制作プロセスに重点があり、音色そのものの魅力についてはそれほど着目されていなかった。1990年代前半までチップチューンの発展はゲーム機、パーソナルコンピュータの発展に比例していた。1990年代中盤から PCM 音源が普及し始める。ゲーム機、パーソナルコンピュータの演算性能の向上とともに、音声合成の手段がより自然な音を再現できる、PCM に移行し始める一方、チップチューンは独自の路線を歩み始める。PCM 方式を中心に据えた、音楽制作は制限の多い中での音楽制作というチャレンジの面白みに欠く。 通常のシンセサイザーを用いて制作された音楽と見分けがつかなくなってしまうといった観点から意識的、無意識的にチップチューンの対象から外され、もっぱら過去の8ビット機などを用いる方向へと特化していった。またこの頃、最新の技術を使ってチップチューン的な音を再現する流れが登場する。チップチューンでの用いられる音源チップの音を サンプリングシモット等で演奏する手法が一部のネットレーベルやその参加ミュージシャン間で盛んに行われていた。2000年代に入り各種8ビット音源チップの音を PC 上で合成するソフトシンセなども登場し、制作環境はさらに多様化した。また制作プロセスよりも音色そのものに重点を置く流れが一層強まっている。また、チップチューンの音色を中心に、 様々な別の音色を加えた音楽も多く登場してきた。これらについてもチップ的音色の側に重点が置かれているものはチップチューンの範疇と捉えられている場合がある。チップチューンの楽曲やアルバムをリリースし続けている様々なチップチューン制作グループ、同人サークル等の存在やインターネットの普及に伴い、 チップチューンのコンテストもしばしば開催されるなど一定の活気を示している。チップチューンを外面から捉えた場合の最も大きな特徴は言うまでもなくその音色である。チップチューンにおいて一般的である PSG や FM 音源といった音声合成方式は区形波や正弦波三角波といった極めてプリミティブな波形を生成する。 そのためバイオン構成は非自然的なものとなり、長官的には無機質で機械的な響きとなる。今も昔もデジタル音声合成処理には処理能力の限界から来る発音数制限があるが、8ビット時代の音源チップにおいてはその制限が顕著であった。例えば、ファミリーコンピュータではメロディコード演奏に自由に使える音は通常、デューティヒを変化させた。 区形波には音と音量の制御ができない三角波一音とノイズのみである。その影響は当然アレンジに大きく反映され、まず第一に音の重ねによる重厚さを持たない薄いアレンジが一つの特徴となった。さらに二次的には口術の技術的なアイデアなどによる発音数の制限を補うチップチューン独特なアレンジ方法がいくつも生み出され、これがチップチューンのアレンジを さらに特徴づける格好となった。同じチップチューンと捉えられている楽曲の間でも、その曲奏は非常に多岐にわたる。それは、チップチューンというジャンル分けが、単に音色もしくは制作プロセスという面からの分類であり、曲奏の観点からの細分がなされていないからである。その例として、顕著なのが、例えば、アメリカ南部のルーツミュージックなどをベースにしている。 バッドメルビンや 60S ジャズやバートバカラックの影響を大きく受けたアレンジを再現している YMCK などである。とはいえ、チップチューンにおいて主流となりやすい音楽形態というものは存在する。特にゲームボーイによる音楽制作ではループベースの音楽制作に特化したソフトであるナンループが大きな影響を持っている。また、不正に プロテクトを外したゲームソフトを起動した時にプロテクトを外したクラッカーのクレジットとメッセージ等を表示させるクラックトロおよびデモシーンのイントロというプログラムではプログラムの読み込み領域の余っているわずかな領域を有効利用するために独特な音楽スタイルのチップチューンがしばしば使われているまたモッドフォーマットにおいてもデモシーンのスタイルの一種であるオールドスクルにおいて イントロで使用されるような音楽スタイルを守り続けている。コモドール64のシド音源音源チップの種類はゲーム機、パーソナルコンピュータの機種ごとに異なっており、それぞれ異なった機能と音色を有しているが、それらのほとんどは PSG、または FM 音源を技術のベースとし、それに独自の工夫や主自の付加機能を加えた格好となっている。サンプリングによる 波形生成も用いられることがあるが、80年代頃の音源チップに関しては、その記憶容量の制約から、楽器音のサンプルをそのまま利用するのではなく、最低限のサンプルだけを保持し、代わりに各種パラメータに応じて、再生時に時系列変化やニュアンスの変化を合成することが行われる。これは単に容量の節約というメリットの他に、曲の表情によって、 パラメータを細かく変えるなどでより豊かな表現力を獲得できるメリットがある。音源そのものの使用による制限を超えるため、様々な工夫が考え出され、それは作られる音そのものやアレンジという形でも現れる。音源チップの具体例、チップチューンにおいて使用される主なレトロハードと内蔵音源チップとの対応は以下の通りである。なお、MSX においては、 以下のようなそれぞれ独特の音色を持った拡張音源がリリースされた。ファミリーコンピュータにおいても独自の特色を持つ拡張音源が各ゲームのカートリッジへ内蔵する形でリリースされている。ちなみに海外版の NES では拡張音源端子が削除されているためこれらの拡張音源は利用できなかった。チップチューンの制作方法は大きく分けて実機を用いた。 制作方法とサンプリング、エミュレーションによる制作方法とがある。現在、実機を用いて音楽制作が可能なゲーム機、パーソナルコンピュータとしては以下のようなものがある。これら実機で制作した楽曲を公開する際は、実機からのオーディオ出力を録音し MP3 などの形式で公開する。このタイプの方法は、さらにエミュレータによる制作方法、 モッドトラッカーによる制作方法、各種 DAW ソフトを使った方法に大別される。チップチューンが電子音楽の一種かつ DTM 的側面も持つため、ライブ演奏を頻繁に行う人々と創作活動に宣言する人々の2タイプが存在するほか、かつてチップチューンの音源がゲーム BGM 用途に使われていた頃に、 ゲームミュージックを作曲した人々もチップチュームを手掛けたことになる。標準 PC ミュージック用語辞典、藤井博士、市川信明著2006年ドレミ学府出版社、P44ISBN978 から42億8510万6701、おキー内蔵シーケンサなどの簡易音楽ツールは存在する。ありがとうございます。